エグザクセフスラジオ。ククジオ A. M. 1 0 0 8 F. M. 9 3 3の。A. B. C. ラジオがお送りしています。経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。みさん、こんばんは。パーソナリティの竹山哲也です。この番組は、そうですね。日本経済のエンジンを作ってくださっている。さまざまなステージの社長たちをお招きして。 ね、またまさに月の未来を作っていこう、日本を盛り上げていこうぜっていうような趣旨で、えー、A.B.C. さんに無理を言ってあのお作りいただいた番組でございます。はい、アシスタントを務めますフリーアナウンサーのリベカです。えー、もう年末シーズンですよ。はい。今ですね。そうですね。はい、さて、ここからは今週のゲスト経営者をお呼びして番組を進めていきましょう。 株式会社ワンアクと浅野雄介代表取締役ですよろしくお願いしますよろしくお願いします竹山社長と株式会社ワンアクと浅野代表取締役とのご関係はなんどこでしたっけどこで,でやったんでしたっけ一番最初 <laughs> 私もちょっとうっすらしてるんですよねですよね <laughs> 僕もずっと考えててなんかいい加減なこと言えないなと思ってて多分4年前ぐらいですかね 4年,<の>4年5年ですかね,う,ですねうんでなんかユニコーンクラブ僕作るって言ってて浅野社長に頭下げてぜひ入ってほしいと思もうザイユニコーンなんでぜひ入ってくださいっていうのでお願いしたのを覚えてますまだ <laughs> いやいやありがとうございますユニコーンクラブっていうのは竹山社長が作ってらっしゃるそうですねそう。経営者のそう経営者のまあこれからユニコーンを目指すっていうか まあ、ユニコーンというのは、ね、あの未成場の段階で1000億の価値がある会社という読み方をするんですけど、まあ、そ,ういうそこを講義に捉えて、まあ、これからユニコーン企業となり得る企業たちをあのそこにお集めして、えー、皆さんで日本を盛り上げようぜという会なんですけど、まあ、その中でも筆、ね、頭中の筆頭の今日は、ね、浅野社長をお招きしてますのでよろしくお願いします。とても大事です、はい,という形ですね <laughs>、はい それでは、ここからは、早速、お二人の経営者トークを始めていただきたいと思います。竹山社長、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まずは、あのー、浅野社長の人となりというか。自己紹介というか、をまずお願いしたいんですが、はい、よろしくお願いします。すえー、っと、もう私、奈良県出身で、で、えー、っと、大学は北海道の釧路の方に行ってまして。で、その後、ちょっとだけ、ロサンゼルスの方に留学して。 で、まあ、新卒でキーエンスという会社に入ってですね。まあ、そこで八年間、まあ、ゴリゴリと営業をやって、まあ、マネジメントして。で、その後、ウェブサービスとシステムインテグレーター、まあ、二つの会社の立ち上げ手伝って。で、今の会社を立ち上げたっていう。まあ、そういう流れ。四十四、四ですね。44歳ですよね。だから、新卒で三十一、二ぐらいまでキーエンスなんで。そうですね。はい。<で>そうなんだ。キーエンスさんって言ったら、もう日本のなんか中心の。 魂の会社っていう感じで日本経済の <laughs>、はい、なくてはならない大企業さんですけどそうですねめちゃくちゃいい会社ですねね<え>、はい、なんでおやめになられたんですかそちらああなんか本当にめちゃくちゃ正直に言うとですね、えーえー、キエンスってそのもう仕組みが完璧にできているので、えーえー、まああのこの先マネージャーになってまあ部長になったりとか社長になるとか、えー、もうやることは決まってるんですよねなるほどなるほど今キエンスって社長が変わっても全然問題ない それぐらいに企業統治が取れてる企業システムができてる会社なんですね。この先のキエンスで生きていく人生はもちろん考えたんですけどもうなんか先が見えたので一旦それ終わろうと思って30歳ぐらいの時にそうですねなるほどそこからベンチャー界隈にもうどっぷりですかそうですね経営者になったきっかけというか経営やってみたいって思ったのって どんな感じなんですかねいや実はその経営やってみたいって一 <うん S 2> 回も思ったことないんですよねえ。そうなんですか起 <はい S 1> <laughs> 業家なりたいとか経営者なりたいって <うん S 2> まあ全く思ったことなくてなるほどでただキエンスを辞める時にやっぱりその次いずれ何かを自分でやるっていう選択肢もあるならキエンスを超える可能性のあるサービスをやろうっていうのを決めなる。かといってまあすぐに決まるわけがないのでちょっと他の会社を手伝いながらっていう。 はい、なるほどね。なので別にどこでもよくて大手でやりたいことできたらそれでいいですし。うん、はい。という感じなんですね。そうなんです。それはでもなんか自由な考え方ですね。でもね。あ、でもそうかもしれないですね、えー。でもなんか僕前から思ってたけど、<laughs> 朝日社長ってすごい芯通ってるじゃないですか。かっこいいなと思って全然ブレないじゃないですか。経営が全然ダメだった時知ってるじゃないですか。僕。はい 今もかなりこうなられてるんでしょうけど <laughs> あの頃も全然感情的にならないっていうかそうかもしれないですね,ねえでまず先にお聞きしておきますけどどうですかだんだん面白さをなんとなく。あの今日に関しては、はい、この まあワンアクトさんがどういうことをされてるかっていうのを事前にちょっと勉強した上で社長にお会いしてあまりのギャップにちょっと面白さを感じています <laughs> なるほどそっちの面白さですねはい、はい、そうですこれだけ難しい仕事やってるから風になびくロンゲでいらっしゃった感じうん、うん、ちょっと想像してなかったですねこの黒い服でこのいでたちでね、はい、もう本当に スターですよスター。あのちょっと勉強したんですけど、<の>いまいちどういう会社かわかってません。そうですね。はい。じゃあちょっといろいろ聞いていきましょうか。はい、えー、まあこれラジオのリスナーさんも皆さんあのいろいろとあの聞きしたいことではあるんですけど、まああの社長の事業内容っていうか、はい。あのやられてる内容を簡潔明瞭にお願いできたらありがたいです。わかりました。はい。まああの弊社がやってるサービスは本当に一つで、えっ、ー、とピーシエックスっていう。うん まあ、ソースコードと呼ばれるソフトウェア部品を売買するマーケットプレイスを、まあ、世界に展開している会社になります、はいでまあ、ソースコードってっ、えー、と、まあ、一言で言うとコンピュータープログラムで、まあ、ソフトウェアを作る元になるもの、まあ、それをこう、えー、部品化したものが、まあ、ソースコードなんですけど、まあ、それ自体を売買すると。なんか車に例えると <laughs> 車作るときにあのタイヤって一から作らずにタイヤメーカーのものを使うと思うんですよね。 まあそれと一緒でソフトウェアも全部自社で一から作るんじゃなくてもう専門のもっと素晴らしい部品があるならそれを組み立ててそれを使った方がえより良くいいよねっていうまあ時間もコストも削減できるよねっていうまあそういわゆる僕なんかメッセージだからもともとこの重要性ってすごい革命を起こしたなって当時今もそうですけど当時すごいワクワクして。 でこれいわゆる売買市場いわゆる何が起きるかっていうことなんですね何が社会課題を解決してくれるかってことなんですよね。でこれってやっぱりあごめんなさいちょっと興奮気味ですけどあのプログラミングする人にとって一から全部プログラムするよりいいもうプログラムがあればそれをこう持ってきた方が早いんですよね。だけどそれってフリーで世の中落ちてるものって実はあんまり 役に立たないものもある。はい、役に立つものもありますけど、立たないものが結構多いじゃないですか。そうで,すね、で、それをの売買市場を作ったっていうことですよね。そうです。そうすると開発は早くなるし、製品ができれも早くなるし、また更新していくし、毎日開発者はもうあの日々には戻りたくないですけど、開発し続けるじゃないですか。はい、で、あのエンドレスなところが、やっぱりもう早く仕事も終わるし。で、納品もできるし、た自分の時間もできるじゃないですか。はい。っていうような好循環。 が生まれるごめんなさいちょっと僕が説明しやダめですねいやわかりましたありがとうございます興奮しちゃってその通りです興奮しちゃって <laughs> それぐらいもう本当にい,いやそうなんですよすごい画期的な画期的ですようです、ね、もう開発者にとっては本当にありがたい限りで、うん、まあ企業単位でこれ売買やるんでしたっけそうです。 なるほど。2> B to B で。B to B なんですね。ね、はい、これは C は入れないんでしたっけ？はじ <laughs> め初期はちょっと入れてたんですけど、えええ、やっぱりもう品質を上げるっていうところと、うんうん、やっぱりそのよりなんだろうビジネスにより近いものを扱うということで、まあ徐々に移行しているっていう。なるほど、はい。ところです。どういうこれ部品の部品っておっしゃってましたけど、車に例えていただいて、車だとタイヤだとか、はい、あのドアノブだとかいろんなものがあるんですけど、はい、これはビジネスよりっていうのは、例えばどんな開発にここで売買されたものが 例えば使われたりすすするるんででででかあのお話できる範囲で <laughs> そうですね、まあ、いろんなパターンがあるんですけど、ええまあ、単位で言うと例えばもう、まあ、車を引っ張るとですね車ごとのもうパッケージとしての売買もありますし本当にタイヤだけの売買もありますし、まあ、どっちもあるんですけど、まあ、分かりやすい例で言うと例えばウーバーイーツを今システムを作りたいってなると、まあ、おそらく数千万とか数億の見積もりが出てきてかかるんですけど今実際にその PCX にウーバーイーツと同じ機能を持ったソースコードが まあ100万200万ぐらい売られてるので、それをカッ買うと、もう5日後には UberEats のサービスを始めれるっていう。ええ、そういうことなんですか。じゃあそれは朝のイーツにすれるわけですね。そうですね。うん、ね、完全 <laughs> 購入していただいた方がなんとかいーツが、えー。まあイーツもいらないかもしれないですね。すねはい、なるほど、すごい画期的ですね。でもね。 そうですね、うん、本当にいろんなちょっと要因はあるんですけどでも外的に言うとうん、うん、やっぱり今世界的に相当エンジニアがウェエンジニアがあの、まあ、需要があの少なくなってきて、うん、まあシステムの需要に対してエンジニアの数が少なくて、うん、今どこも困っていて、うん、だから新しいものを作りたいけど実際作るのに時間がかかるし作れないという状況が今世界どこも起きてきているので、まあ、そんな中で今、えー、とならもう今誰かが作ったいいものを え早く使った方がいいよねっていう世界にまあなってきたっていうところです。なるほどね。でもここのバランスが取れてるこの AI で価格が査定されるから割と自動的に皆さんがあげたものが勝手に売られて我々に手数料が自動的に入ってくるっていうイメージ、はい。そうです。あの売買成立した時の手数料がはい入ってくる。大きいものから小さいものから大きいものまで。はい。 あるんです大きいものでも結構あるんですかプログラムでも一番大きいところでやっぱり1000 2000万万か 2, 万円ののの間ぐらいのものがありますね<ー>、はい、例えば何か旅行のシステムで、えー、旅行の先ほどの奪いじゃないですけど旅行会社を今日始めたいって思った人が、はい、それさえ買えばもう旅,行旅行エージェンシーとしてのシステムがもう全部パッケージとしてあるので。 まあ3日後に始めれます。なんて世界観ですか。すなんて世界観ですか。すうん、もうちょっと収録やめて、<laughs> うん、ちょっと飲み行きましょう,う普通だったらこう店舗、えー、土地を用意して建てて、えー、なんか内装をやってみたいな、えー、そういうので何千万ってこうかかるじゃないですか。うんはい、じゃなくてウェブ上でそういうのをこうな同じぐらいの価格のものを買えばオンライン上でビジネスがそうやって全部成立するってそうす。そうなんです。 偉大な父ですね。いやいやいや。そうで,すでも、そういう<ー>本当に販売してくれてる会社に感謝です。はい、うん登録してる企業いっぱいあるんですよね。もう世界でどれぐらいの会社が。今、えっと、七万社。増えましたね。すす、だって、前、あの計画見せてもらった時は。 だって戦車とか、そうですね。戦車行くのにヒーヒー言ってたじゃないですか。そう,すねはい、そうなんです。来ましたねついに。だいぶだいぶ認知度が上がって。ねブレイクスルーですね、はい、これはね。そうなんですよね。ねえっ、はい、とちょっと戻りますけどこのピー P.X. っていうのはなんかめっちゃかっこいいですけど、はい、名前。はい、はい、ありがとうございます。うんな どどういう意味なんですか。これも本当にそのままなんですけど、ピースはもう部品という意味の、そうのピースね。ピースで、X はエクスチェンジっていうあの取引所っていう。なるほど、なるほど、なるほど。じゃあそのままの、めちゃくちゃかっこいいですね。そあ、本当ですかありがとうございます。これって日本であんまり周知今してこなかったというか、そうなんです。なんかこあのねいただいたものだと昔よりすごい増えてるんですけど、170カ国で取引実績があるっていう。 情報をい,ただいてるんですけど、はい、これは本当にあのソースコードのいいところで、えーえー、ソースコードってもう完全に世界共通なのでどこかの国で作ったソースコードがどっかの国で使えないってことが絶対ないなるほど,な,るほどなので今本当に170画ですでにあの取り引き頂いてるっていう。でまあやっぱりもともとソースコード自体がまあ英語なりたちのもあるのでまずはその英語圏でえまあ世界のトップから見るとまあ日本市場で勝負する意味はなくて。 アメリカでもなくて、まあ本当に世界のトップでえやろうって思ったときに、まあ自然と英語になったっていう。でそこから始めてるので、まあ日本はちょっとあの優先順位が低くなってるっていうところですね。でもなんかでも十二カ国で社員さんいて、ああ皆さん何人何人何人みたいな感じなんですか。 アメリカ人もちろんいらっっしゃてそうですね今例えばワールドカップ予選が今スペインドイツコスタリカですけど全部いますすごいコスタリカ人とかいるんですかそうなんですよなので今どっちが勝つんだってちょっと盛り上がってるんですなるほどでも本当よく聞かれるんですけど本当に世界7080ぐらいのサイトには求人を出していてなるほど。世界中で今 な面接を毎日していて、でも、本当に優秀な人だけ取っているので、国って全然本当にこだわってなくて。なるほど。はい、なんか、時間も違うし、働く。そうですね。なんか、労務管理みたいのって、どうされるんですか。なんか。いやもうごめんなさい、い<や>ふと思いました、今。はい、いや基本的には、もう、でも、あの、一つの会社として、やってるので。ええ、ええ。まあ、日本時間、ヨーロッパ時間、アメリカ時間、まあ、それぞれの。 まあ管理なんですけど、ええ、まあ私だけ24時間働いてるので、あのごめんなさい、ね。<laughs> なんかあの不明な、はい、なんか謎のご発言がありましたけど、ねええ、まああのもちろんあの状況次第でですけど、ええ、まあ基本的にもう本当にあの24時間、まあ朝から夕方が日本で夕方から深夜がイギリスで深夜から朝がロサンゼルスアメリカなので、あの必要な時で24時間働くってことはやってるので。 まあ私が全部管理してるんですけど、まあ、それが逆によくないっていう話もあるのでここスポンサーにあの未来コンサルさん入ってますんで、はい、ぜひご相談してくださいそうなんですその体制もちょっと整えてないといけないって、はいはい、よく言われるので。ということですよねでもすごいな24時間働くっていうのはねうんなんか。 うん、なんかすごい世界観ですね、はい、なんかこれまたちょっと愚問かもしれないんですけど、はい、失敗したエピソードみたいなのって、はい、<も>そうですね本当に失敗は今が十0期目ってことなんですよねやっぱりスタートアップとしてもっと早く立ち上がっていかなきゃいけないところが初めは私ちょっとベンチャー型で 会社を立ち上げたので今システム開発の受託開発をして、うん、余剰資金で利益を得た資金で開発を始めるってことをしてしまったので、うん、そこがめちゃくちゃ時間がかかってですねあそれをおっしゃってましたよね <laughs> そ,そこのこだわりは最初あってそうなんです、うん、そうやって資金を回していってなるべく人の力借りないで自分の力で立ち上がろうってあの頃なんかそのなんかこう。 あのいい意味で近寄りがたい危機に勝る感じだったっていうのは僕覚えてますね本んにそ,そうですよねそうなんですまあ今思ってやっぱりそれが一番の失敗ですなるほどねすげえな人って人すごい本当に変わるね本当にね, <laughs> ね我々経営者って学べること少ないじゃないですか、うん、だか自分たちで学ばなきゃいけないですもんねそうですね。 そうかなるほどちょっと感動しました今日、うん、でもここから先早いんじゃないですかうそうですね、えーまあ、そうあらないといけないので、えーえー、そうですよねいやすごい話だちょっと興奮してます本当にで企業だからこの会社をワークトさんを立ち上げたっていうのはこれは10年ぐらい前ですか、ね、そうなんです今10期目ですねそうですよね、はいえー でその時に何か苦労したものとかもう覚えてないかもしれないですけどそうですね苦労立ち上げる時はそんな苦労ないんですけど、えーえー、やっぱりその会社やってから自分だけできることって何にもないのでんか営業って別に自分でどこでも会社行ってどっかの社長に会って、まあ、商品売ったらいいだけなのではい、はい、全部自分で完結するんですけど、はい、今のサービスって、まあ、エンジニア必要だし、まあ、特許取りにしても、まあ、弁護士弁理士必要だしもう何もかもその自分一人でできることはないので。 それがもうめちゃくちゃ大変ですね。でも楽しくもある。そうですね。ね<え>。すべ、はい、て自分でこうつながって、輪になっていく。<laughs> その。けど、市場を持ってるんですもんね。そうです。恐ろしいよな、すごいよな。本当に。 日本人ですよね。<laughs> そうですねんかだんだん宇宙人に思えてきたんですけど海外の人でもなんかあんまり日本人っぽくないってめっちゃ言われますけどね大丈夫です日本でもそう思ってますみんな。 ここで、ゲスト経営者の思い入れのある曲を教えていただきたいと思います。株式会社ワンアクトの朝の代表取締役、お願いします。ガホのスタートオーバーという曲なんですけど、まあ、これはあの有名な韓国ドラマの。まあ、皆さん見たことある、あの飲食系のスタートアップが大企業ハウスっていう。うんうん、あの主題歌なんですけど。なんとかクラスですね。あ,あ、そうです。はい。そうなんです。まあ、単純に本当に、あの。自分のこう、自分を負けてられないっていう、まあ、やる気が出てくる。 あの、音楽なので。見ましたよ、全部。はあ、ね<え>、出しました。あの、ナンバーツーの役の女性の。あの、全会社が、あの、ナンバーツー欲しいと思うなって思ってるんですよ、ね。いや、僕思ってます。会社に、あの、人欲しいですよ、ね。欲しいですよ。<laughs> <laughs> 経営者たちの。ラジオ。さて、話はまだまだつきませんが。今夜は、この辺で、お別れです。 経営者たちのラジオではリスナーの皆さんから疑問や質問を募集していますメールアドレスは経営者アットマーク abc1008.com 一経営者アットマーク abc1008.com 一竹山社長にお聞きになりたい質問などありましたら番組メールアドレスまでご応募ください またこの番組は放送終了後、ABC ラジオ公式 YouTube チャンネル、もしくは株式会社タスク様のホームページ上でも配信しています。ぜひご覧ください。この番組は株式会社タスクとミライコンサルティンググループの提供でお送りしました。